どうもどうも、リアルの流儀へようこそ。体調不良アラフィフ専業主婦リアルでございます。 Vlog スタイルで撮っていきたいと思います。2024年2月の10日土曜日です。夫は出張でいません。息子は寝ています。ただいま時刻は1時半。息子の昼ご飯を作って散歩に行こうとしているところです。そんな一日を撮っていきたいと思います。どんな一日？かれこれ約10年体調不良、ガス、ゲップ、食欲不振、腹痛、便秘、頻尿、腰痛、不眠など不調の宝石箱や。この日も病院に行く予定でしたが、病み疲れてもうやめた。そんな一日です。かっこわら、よろしく。今日のお昼ご飯は3日前に作りました、なんちゃってぶり大根風のおかずに、ネットスーパーでサービスでいただきましたトップバリューの醤油ラーメンをぶっ込んで、リアル流ラーメン作っていきたいと思います。リアル系ラーメン、はい、煮汁たっぷりの、ぶり大根風、ここに麺をぶち込んでいくんですけれども、お出汁がねかなり効いておりますので、大変美味しゅうできると思います。はい、半分にカットしました麺をぶち込んでいきたいと思います。麺はね1個半入れまして、息子と分けたいと思います。あ、これすごいでしょ。これ私の特技です。リンゴの皮むき、1回も切れずに皮むきすることができます。嬉しくなって吊るしてみました。初めてできたみたいに言ってますけど、割と上手なんですね。じゃあやってみそう。あれよ、パンがさ、後ろのあれに中に入ってんねん、トースターの中にな。でそれオリーブオイルかけて食べるんやけど、お母さん今これ一回も切らないでリンゴが剥けるかチャレンジ今やってるから無理。それオリーブオイル、それ汗かいてきた。オリーブオイル、それパンを皿に置いた。お皿がないもん。お皿ここにもあるし、あっちこっちある。この下に左の方に茶色いちょっと深い皿。そう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 、見てほら、そこない、これ、それほら、そこにぶら下がってるやろ。一回も切れてないやで、ほら見て、百発百、あ、これはちょっとやばい、細くなっちゃった。油断してた気が。え、これ俺一個いい。ちょっとお母さんちょっと欲しかったけど、いいよ、もう今ちょっとそれどころじゃないね。これを成功させないと。熱い、汗が。成功ってことで。くそ、もう一回。今息子が邪魔入ったから、今度おっぽから。今度モラが来そう。もうね、皮を分厚くしたら反則よ。割と薄めでいくからと言いながらちょっと分厚くなってるような気がする。切れそう、これ。成功しました。百発百中。ぶら下げました。素晴らしい。ドライになった状態がこちら。
うん、移入する芳香剤になるかも。夏場はコバエが来そうですけど、コバエが来るまでこれどんどん増やしていこうかな。すごい、百発百中、3個連続だよ。げ。昼ご飯に戻ろうか。お出汁が効いてるのでスープは1人前だけ入れました。徳島で人気のあるかまぼこ屋さんがあるんですよ。そこで買ってきた平天1枚80円、これ揚げたてを買えるんですけど、これも2日3日経ってるんでね、これを買ってきた状態以上に美味しくするためにオーブントースターで焼いていきたいと思います。3枚残ってるんで、息子2枚の私1枚、昨日使ってたアルミホイル再利用、はい、いろいろね片付けていくチャンネルにしたいなと思ってるんですけれども、日々ねもういろんなことを整理整頓片付けるっていうことを意識して生活してるんですけど、今はもう残飯整理ですね。残り物を全部さらえていく、絶対捨てない。はい、これ全部焼きます。竹ちくわもう1本残っていますので、これも炙っていきたいと思います。はい、焼けるまでこの辺お片付け。12時に起きましたね今日ね。生活をね整える、悪習慣を片付けるっていうのもやっていこうと思って、昨日ね強く心に誓ったんですけど、体調が悪すぎて薬のせいもあってお昼までグダグダと寝てしまいましたね。その分を取り戻すべく頑張っていこうと思っています。それからね、ずっと前に食生活について質問が来てたことがあったんですね。何食べてるんですかっていう胃腸の調子がねもっともっとすごく悪くって、もうねかれこれ10年ぐらいひどい胃腸症状に悩まされています。完全に良くなることっていうのはまあないんですけど、ほぼないんですけど、ちょいちょい悪化するんですね。で、悪化した時っていうのはもう本当にもうメンタルもボロボロになって、メンタルと連動してるような気もするんですけれども、ストレスが溜まってメンタルに来て、そこから腸に来てるのか、腸の症状が悪くってメンタルに来ちゃってるのか、卵が先か鶏が先かみたいな、腸と脳はつながっているっていう話ですから、どっちもあり得る話なんですけれども、そういう時っていうのはどっちが先か分かりませんけど両方病んでるんですね。もう胃腸だけじゃなくてあっちこっちおかしくなってくるんですけど、毎日病院ばっかりいてうんざりするっていう感じで、でここのところそういう悪いループにハマっていまして、もういいやって、どうにでもなれって、もう最終的に救急車で運ばれて研修医の実験台にでも何でもしてくれっていう感じ。そこまで行くとちょっと気が楽になるような気もするんですよね。で今日も朝からふさき込んでどうしようって、今日土曜日なんですけど、整形外科行くか整体に行ってみるか、泌尿もありまして泌尿器科に行くかとかね、うん、腰が痛いんで整形外科に行くかとか、メンタルが病んでるので神経外科に行くかとかね、行く病院はいっぱいありまして、もうね予約の入ってる病院もいっぱいあるし、なんていうのかな、八方塞がりで、病院に行けば行くほどなんか話がややこしくなって、あっちで薬増え、こっちで薬増え、あっちの検査でこんなことが見つかり、こっちの病院ではそれはなんか大したことないって言われみたいな、これ振り回されたりとかして、なんだかなみたいなとりあえず作って食べましょう。片付けしてただけっていうね。はい、なんちゃってぶり大根風の煮汁で作ったラーメンを塩息子ソルト、私の分とに取り分けていきます。ちょっと待って、スープ濃そうやなこれ、ちょっと濃いな、ちょっとだけ足そうか。見てこれ、ちくわパンパンになってる、焼いてすんごい美味しそうなんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ほら平天もてっかてこのふわふわよ。皆さんもぜひやってみて、天ぷらオーブントースターでこんがり両面、そして油取り紙で油を拭き取るという作業も忘れずになさってください。これでさっぱりいただけます。紙代もったいないですけどね、そこはケチらない。はいはいはい、ここはケチる。カモン、せっかくの竹ちくわですがカットします。により
なあ、よし。はい。熱々。はい。はい。できた。リアル系ラーメン。ラーメンって麺が見えてませんけど。できたよ。はい。ちょっとだけお湯出します。よし。緑があったらいいんだけど、緑がないわ。何にもないから。ワカメがね、ラインが来たよ。ちょっと息子に持っていてくるわ。おい、洗濯物のところにちゃんとしといてね。やっと小さじ試食です。それではいただきます。まずお薬飲んでいくんですけれども、起きて、まず一番最初にこの大腱中頭という息子腸の癒着予防みたいなお薬を飲みました。もうね、それから、ガスコンというガスを取るお薬、これも食前に飲まなきゃいけないんですけど、食直前になってしまっております。ヨーグルト散歩行って出かけてから帰ってきて作って冷蔵庫入れとくから、バイトから帰ってきたんだ。息子のためにご飯作って人生を終えるのは嫌だ。塩息子ソルのご飯はこの日はバイトだったんで1回作るだけで済んだんですけれども、必ず毎日作らないといけないのが冷凍フルーツヨーグルトです。これは私も食べますので、体調不良主婦の食生活っていうことで後ほどご紹介いたします。いただきます。まずちくわから。うん、食べられるって幸せ。今ね、食べられると食べられないの瀬戸際なんですよ。私無茶を承知で食べています今ので、これは夜にちょっと残しておこうと思います。炙っちゃいましたけどね、捨てないよ。ラーメンのびのびやね。リアル系ラーメンはのびのび、麺は最後に湯がかなあかんな、切れないよ。はい、ではもうこれいただきます。うん、うまっ。もう残りカスですよこれ。息子の残りカスをいつも食べています。この平店は佐向かまぼこ店っていう徳島のね、割と人気のあるかまぼこ屋さんで、いつも行列ができてるんですよ。徳島に来て初めて買った。徳島来て4年経ちますけど、徳島に来る前にいろいろ用事で来てた時に1回並んで買ったことあったんですけど、徳島に住み始めてから初めて買いましたね。それでは麺。うん、伸びてる。いつも、もう YouTube 撮りながら無理。スープが甘い。うん、麺美味しくない、伸びすぎ。あ、ほんでこれブリのね、アラをねスーパーで買ってきてるんですよ。骨がいっぱい入ってるから息子に言わない。ブリの骨がいっぱい混ざって、気をつけて。爆音でイヤホンしてるから息子全然聞こえへんの。トントンって叩かないと不自由やわ。うん、骨いっぱい。徳島はね、食べ物がすっごい美味しいんですよ。山の幸、海の幸、川の幸、何でも美味しいの。ないもんないっていうぐらいあるんですよね。人参なんかも徳島さん、白菜も徳島さん、ブリはどこのか分かんないけど、でも食べれるな、食べちゃう、食べちゃう。無駄に洗い物増やしてしまった。もうこれ食べた後が怖いんだよな。気にしたら負け。ゆっくり噛んで食べる。はい、そして、これ、ワカメも、ナルトの、徳島のナルトのワカメ。美味しいよ。ラーメンも、徳島ラーメン美味しいし、これはトップバリューだけど。ブリも、すだちブリっていうのがあって、すだちを食べて育ってるのかなんだかわかんないんですけど、なんですだちブリっていうんだろう。大根はどこさんだったかな。あのね、全部私ね、コンビニで野菜買ってるんですね。田舎のコンビニあるか、あるかもしれないんですけど、農協におろし損ねた、ちょっと傷んだような野菜がコンビニに売られてて、めちゃくちゃ安いんですよ。人参も甘くて美味しい。声やばい。今ね、夫がひどいのぞかで引いてて、咳をすごいんですよ。家の中でもうゲホゲホ言ってて、マスクしてくれないし、やめてっていうのに嫌がらせみたいにグッグッグッってテロリストみたいに金をぶちまいてくれてるんですね。今日は仕事行ってくれてよかったって感じなんですけど、家の中に金が充満してると思うから、ウイルスか金か知らんけど、映ってるかもしれない。うん、ほんで
そう、そんでブリの話だ。ブリのね、アラを買ってきてるんですよ。こんなパックに山盛り入って500円ぐらいなんですけど、身がいっぱいついてるんですね。それと大根と人参と白菜を圧力鍋で炊いてるんですけど、だし入れて、コストコで買ったクゼなんとかっていうだしを今回は入れてるんですけどね。それにうどんのつゆちょっと足したりとかして味付けしてるんですけどね、めちゃくちゃ美味しくできるんですよ。しかも安い、体にいい、最高でしょ。ほんとね、徳島にいるとね、食生活がね潤うし、そこで節約ができるから洋服が買える医療費にお金かかっちゃってんですけどね、そこをどうにかしていかないといけないなと思ってるんですけど、医療費は徳島プライスとかじゃないから。しかも徳島って土曜日とか日曜日に病院やってるとこ多いんですよね。時間外の加算とかもつくし、割と病院代高いかもしれない。 That's it. すごいわ、骨が、味濃い。散歩の準備しようか。はい、本日のファッションですけれども、とにかく楽ちんなお散歩スタイルということで、息子のビームスのバケハ、グッチのサングラス、このピアス、それからこのネックレス、イニシャルブローチ、ヘアクリップ、これは全部ムックさんだったかな、アクセサリーのサイトでセールで全部ゲットしました。概要欄からどうぞ。他にもね、まだいろいろ買ってるんですけど、まあ、その詳細はメンバーシップの方でやらせていただきたいと思います。それから、もうそんなに寒くないんですけど、外に出ていくのが勇気がいるので、超極暖タートルネック、フリース、味気ないのでブローチをあしらってみました。ストールしてもいいんですけどね、スカーフとかね。下は心が元気になれるように自由のショッキングピンクの柔らかいジャージを履いております。膀胱がおかしくてですね、デニムとか昨日も履いてたんですけど、食い込んで頻尿度が増すんですよ。デニムはちょっとしばらくお休み、もう履かないかもしれない。ちょっと体に優しい洋服を着ていきたいと思います。で、中も超極暖に、レコーマしていきたいと思います。そんで今日は歩いてメガネ屋さんにメガネの修理を持って行って、どっかで事務仕事しようと思って頑張って、書類を持って歩いていきたいと思います。お腹も、まあ、大丈夫そうかな。今食べましたけどね。スカーフもね、いっぱい母のやつがあるんで、それをまたね下ろしておきたいなと思うんですけど、これは東京に旅行に行って横浜まで足を伸ばした時に行った記念にって言って、の母が貯めていた高島屋の友の会のなんか残高みたいなので、母に買ってもらったつもりでって言って買った横浜のマルカスカーフさんのマリンなスカーフなんですけど、ちょっとブラックの、これ紺なのかな、紺かブラックか分かんないんですけど、ちょっと華やかさが出ましたかね。あ、これは手袋の代わりに、ここが寒いので私リストウォーマーしてるんですけど、ここにちょっと紫とシルバーが入っていますね。チンドエアね、いろんな色が入っております。2時40分、全然もう3時間押しっていうところがどんどんずれ込んでいく。スケジュールの調整が必要だ。それではおしっこ行って出かけたいと思います。頑張るぞ。やっとこさ出発です。ザラのベンチコート、すごいの着てます。このぐらい着ないと外に出ていく勇気がないんです。で、バッグはこれ母のね、お下がり、めちゃくちゃ気に入ってます。これメンズのね、トートバッグで、三洋商会っていう元バーバリーとかをね扱ってた会社のアウトレットが東京にあるんですけど、そこでねよく買い物を母としてまして、その時に母が買ってたやつで、全然一回も多分使ってはらへんかったやつ、最近出してきまして使うようになりました。やばい、風が強くてこのバケハは飛んでいく。風がね強いんですよ徳島は。
海とか川とか近いからか知らないんですけど、これでねすごく寒く感じますね、南国なのにね。でね、私あの1日一歩外に出るとか言ってね、デブ症だからちょっとでも外に出て、リハビリしていくなんつって動画でよく言ってますけど、油断するとすぐ家にこもっちゃうんですよね。頑張ってね運動もしていこうと思っています。まずね午前中に起きて、でね便活をある程度したらもう出なかったら諦めて、午前中のうちに家を出ていく。そんで日光を浴びながら散歩して、買い物してお惣菜とか買いまくって手抜きできるように、あのその日のご飯を調達に行く。ほんで、お昼に帰ってきて息子にご飯を食べさせる。もうね幼稚園児の子供がいるみたいな状態なんで、うちね、何もう22歳ですけど、22年間ずっと息子のご飯1日3ほぼ3回作ってきてますから学校行ってた間どうなってんねんって感じやけど、でももうそんなん もう記憶になくなるぐらいもう息子のご飯作り続けてきてますからね。一回作らんかっただけでサボってるって言われるから、息子にね、no. お前の仕事やろぐらいの勢いで言われますからね。まあいい、それは置いといて、で午後から家でやりたいこと、やらなきゃいけないことをやって、んで夕方ゴロンとねしたいと思います。今までやってなかったことそれやから、あのんびりくつろぐっていうことをやったことがないから、毎日その時間を作って、その時間にちょっと体操してみたりとか、ゴロゴロこう横になって腸のガスをね、あの出すような体操してみたりとか、YouTube こう見てみたりとか、読書してみたりとか、のんびりする時間を夕方作って、で夜ご飯作って、そこで初めて家事をねしていこうかなと思ったら、もう家にいたらずっと一日中家事してしまうんで、時間をね決めてやっていこうと思っています。人生を楽しく歩んでいけたらなと思っています。とりあえずメガネ屋、はい、メガネ屋さん行ってきました。メガネの修理ね、あの無事終了しまして、いろんなメガネのね試着して、いつも接客してくださる奥さんとペラ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 1時間ぐらいあの雑談して、めちゃめちゃ楽しかったですこういうの大事。コーヒーね、飲みたいの、コーヒーね。で散歩が足りないから、今このすぐそばにある喫茶店入ってコーヒー飲みたかったんですけど、いやどうしよう、マクドナルドじゃなんかな、なんか美味しいコーヒー飲みたいわ。散歩はもうちょっと先、日差しのところ歩いたし、夜しよう、コーヒー飲もう。何時までここ、時間1時間しかないんか、ラストオーダー。なんかカップルに睨まれたんですけど、いややっぱりマクドナルドまで行くか。すんごいおしゃれなねサングラス見つけてしまいました。思わず買ってしまいそうな勢いだったんですけど、一応夫に相談しようと思って、あの写真だけ撮らせてもらって帰ってきたんですけど、その素敵なサングラスをゲットしたいので、コーヒーはマクドナルドで節約です。いややっぱりね、いや分からんけど、こう諦めも入りつつ、前向きに病気に打ち勝つじゃないけども、開き直っていくぞっつってね来て、で大好きなメガネ、大好きなんでファッションの一部として、メガネをあれこれ試着して、メガネ屋さんの奥さんになんか気遣いながらなんか会話が弾むから、すんごい楽しかったな。寝込んでる場合やない、メガネ買ってそのメガネをかけて出かけなきゃいけないんだから、頑張って歩く。そんなねすぐね喫茶店入ってねすぐね休憩してねコーヒー飲んでたらあかんねん。そんなね高いコーヒー飲んでね50分ぐらいしかおられへんのもったいない、コスパ悪い。今日はね夫もね12時ぐらいまで帰ってきへんし、息子はバイトでいい日し、夜中までいいんだよ、早く帰らなくて。充電コードとかもいっぱい持ってきてるから、編集とかもやったり、事務仕事持てるだけ持ってきたから、書類仕事とかして、夕飯もマックでいいしって、体に悪いけど。そう、家帰って、ほんで今日ね冷凍フルーツヨーグルトパフェ、それを作らなきゃいけないんですけど、私の食生活について質問がねちょうど来てたから、それをねご紹介するっていう動画と、あとセリアでねお買い物をしてきてて、そのセリアで買ったグッズなんかもね紹介してやっていきたいと思います。 YouTube 頑張る。やっとマクド着いた。いやマクド着いたはいいんですけどね、充電コード忘れてることに気づいて愕然としました。ダメ元で
塩息子ソルに LINE して持ってきてって頼みました。バイト行く途中に寄ってって。ダメ元がまさかの届いたよね。充電コードセット。充電コードの Uber Eats や。で、ここで体調不良主婦の夜ご飯ってことでアイコンチキン食べました。ちなみにドリンクは氷なしでオーダーするとなみなみ入ってきます。これドケチポイントね。で、お味なんですけど期待以上のうまさでした。アイコンチキン、これまた食べたい。体調不良やのにこんなん食べてますから胃腸の薬もいろいろ飲みまして、はい、書類仕事頑張りました。自宅よりはかどるんですよね。出すよねじゃないですよね。どっさり持って行ってた書類全部目通しました。そんで最後は少しだけ YouTube の編集作業をしてました。はい、見てください、この真剣な眼差し。こんなに集中してすること他にないよ。 YouTube はね、体調がマシな時にまとめて撮って隙間時間にこうして編集してます。体調不良を忘れる気晴らしにもなります。この日の体調はこの時点で口内炎ができてまして、モラウイルスでしょうか、モラの風邪絶対うつってます。体調不良にプラスアルファは勘弁です。とはいうものの意外と元気。はい、ただいま戻ってまいりました。元気です。今夜8時半なんですけど、8時半に夫も息子もいない日、そんな日は本当に365日のうち1日あるかないか。今からとっとと息子のなんで作らなあかんねんと思いながら冷凍フルーツヨーグルトをちゃっちゃと作ってくつろぎ体制に入りたいと思います。何？マクドナルドで事務仕事もだいぶやってきた。主婦の務めは務めてきた。今日の業務は終了って言いながら今洗濯機回しながら、ここの洗い物もいっぱい溜まってるし、部屋も片付けなきゃなと思って、これ寝る準備しながら部屋の片付けをずっとやってしまう。家の中にいる限りずっと片付けをやってしまうということをやってしまうんですけども、とりあえずヨーグルトだけ作って自分も食べてリラックスモードに入っていきたいと思います。今日もね、メガネ屋さんで冷凍フルーツヨーグルトのお話になりまして、メガネ屋さんの奥さんに冷凍フルーツヨーグルトの作り方をレクチャーしたところなんですけれども、またリアルちゃん冷凍フルーツヨーグルトの話してんのって言われそうですけれども、ええ、言いますとも。だって私、息子が生まれてこの方22年間毎日欠かさず冷凍フルーツヨーグルトをほぼ作ってまいりましたので、はい、もう息子が本当に赤ちゃんの時から抗生物質を飲ますために生み出したバナナヨーグルト、冷凍バナナヨーグルトなので、まあ22年間というのは嘘ですけれども、まあ21年間ぐらいは私毎日作り続けておりまして、だけど独身の頃から冷凍バナナではないですけれども普通のバナナでヨーグルトを作っておりましたので、その歴も入れると春かカナダ昔からやっておりますので、ええ、言いますとも。はい、適当にコップを用意していただきまして、適当に用意してある冷凍のフルーツをぶっ込んでください。バナナは必須、はい、息子はバナナ多め、バナナ以外のフルーツは何でも構いません。今我が家にあるのはイチゴとリンゴのかけら一つ、これは私自分の方に入れましたけれども、市販のこういったこれコストコのブルーベリーなんですけれども、冷凍のバナナの次に必須なのがこのブルーベリーですね。アントシアニン、ポリフェノール豊富、ね、体にキウイなんかもあるといいですね。ね、柑橘類、みかんでも何でも結構。あと息子が好きなのはマンゴーとかね、パイナップルとかね、トロピカルな感じでも結構かと思います。忘れないように、息子にはプロテインを作るということでここに用意しておきまして、あらかじめ用意してある青汁とプロテインときな粉プロテインをミックスしたやつなんですけれども、私はですね頻尿のために水分をね控えておりますので、こちらの方にプロテインを入れていきます。今我が家で使ってるのはこちらのメンタリスト大吾師匠の以前勧めてらしたプロテイン、こちらをもうちょっと入れようかな、 10g ちょい入れまして、きな粉プロテインですね。これを入れるとめちゃくちゃうまくなりますね。動物性のタンパクと植物性のタンパクを入れます。これは、私はまあ 5g ぐらいですね。飲む場合はこれの2倍入れますね。そして、飲む場合は青汁を入れてるんですけれども、ヨーグルトの場合はですね、こちらの、ココアパウダーを入れていくんですけれども、冷凍のバナナと相まってチョコバナナの風味になります。それときな粉がねすんごい相性が良くてたまらなくうまいので、ぜひやってみてください。そしてここにですね、まあ無駄な抵抗と言われてもしょうがないんですけれども、体を温めるために、まあ、生姜の粉とかとシナモンを多少入れます。そしてですね、
まあ、風味付けという意味でラム酒を本当はドバドバッと入れたいんですけども、ほんの少しだけ気持ち入れます。私の方だけね。ここに、腸にもいい、認知症にもいいココナッツオイルですね。パフェスプーンで入れてるんですけれども、少し入れます。そしてですね、私の場合は粉末が多いですので、ここにオーツミルクを少し入れて粉を溶かします。息子のこのプロテインもですね、300ぐらい水入れるんですけども、そしてそこに半分オーツミルクを入れ、もう目分量で、でこちらで振っておきます。プロテインと冷凍フルーツヨーグルトをセットで作っておきまして、息子がバイトから帰ってきましたら深夜にいただけるように用意しておく優しい母でございます。このことを言いたい人には言わせておきます。家族の健康管理は主婦の務め、私の仕事ですので、それから、ここにですね、豆乳ヨーグルトと普通のヨーグルトミックスしたやつです。これ容器が2つあるのが鬱陶しいので一緒にしといたんですけれども、今日はもうあんまりないので少なめ、いやもう全部入れたのかな、こんなぐらい残しといたってしょうがないな。夫はねこれのね3分の2ぐらい1回で食べるんですよね。それを1日2回食べはるんで1日1パック半ぐらい食べるんですよね計算が合わへんな。1パック以上食べるんですよ1日に。コストコでヨーグルト買っても全然多すぎるっていうことはないんですよね。そう、そういえば前回ね初めてコストコ企画やったんですけど、おかげさまで登録者が増えまして、ありがとうございます。コストコで登録してくださった方、お得情報とか、おそらくご興味あるような内容のことをいっぱい発信してると思いますので、女性がね、興味のあるような話題、女性が立ち向かわなければいけないような問題、女性がぶつかる苦労や困難、私が体験していることだったりを愚痴ったり、相談に乗ってもらったり、どっかで収集積してきた情報を皆さんにシェアしたりとかしておりますので、爆買い動画なんかも好きですからやっていきますけれども、いろんなことね発信していきたいと思いますので、今後ともどうぞチャンネル登録そのままでよろしくお願いいたします。はい、できました。もう今日は皆さんのおかげでチャ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 っとできましたね。マルチタスク女王って私よく自分のこと言ってるんですけど、一度にいくつものことをいっぺんにやってしまうし、割と得意やって言ってやってるんですけど、やっぱりね脳とか疲弊するらしくて良くないんですよね。主婦の家事みたいにいろんなことを同時にこなしていくっていうのは脳トレにもなるし認知症予防にもいいし悪いことではないんだけど、脳の中で2ついっぺんにやるみたいなことが良くないそうなんです。今なんかこの喋ることに集中してここはもう無でやってるじゃないですか。だからこういうさ単純な作業をするのは悪くないんでしょうねきっとね。だその辺をね注意しながら溢れてってるんですけど、はい、注意しながらねやっていかなくちゃと思っているところです。のでなんか常にねYouTube をかけながらいろんなことをやってるんですけど、なんかそれが良くない気がして、今日なんかもう YouTube 1秒も見てないですね。朝起きてからもうなんか作業してる間とかもかけないようにして、今日もマクドナルドでいっぱい事務的な処理してきましたけど、イヤホンで YouTube かけながら作業したり今までしてたんですけど、今日はねしてないです。最近してないです。こうもう溢れるもう表面張力でびっちりになってますけどグロデザート出来上がりました。これを別のお皿に盛り付けて上にフルーツとか盛り付けたらとても見栄えのいいおしゃれなデザートが出来上がるもん、まあ、ぜひやってみてください。これ分かりますかね？このね、冷凍バナナが、このヨーグルトとかいろんなものをこうね、絡めてくれて、ジェラートみたいになるわけですよ。ほら、ソフトクリームみたいになるっていうの分かります？これ。もう固まってるでしょ？今、この状態で食べるのがベストです。だからね、ミキサーとかでやっちゃうと、ドゥルンドゥルンになってスムージーみたいになっちゃうし、これだと、フルーツの食感も楽しみながら、いろんな味のコラボレーション、これバナナかも、あ、これブルーベリーかも、って楽しみながら。そんで、これにね、グラノーラとかかけると、美味しいデザートが出来上がりますから、ぜひやってみてください。はい。
うまい。じゃあソルのために、はい、息子の冷蔵庫、ホテルみたいに冷蔵庫があるんですけど、ここに汚いな、なんかプロテインと、はい、ヨーグルトね、召し上がれ優しいお母さん。息子の部屋カオス。あーサブ、換気してんのサブ。息子と夫がいない間にね、いろんな菌とかウイルスを換気して追いやらないとと思って、あーサブ、これであんな冷凍フルーツヨーグルト食べたら風邪いくわ。温まりながら食べたいと思います。ほら、ここも洗濯物いっぱい、しかも今洗濯やってる。で、帰ってきて荷物散乱してるの、これも片付けなあかん。洗い物もいっぱい、キッチンもどちらかってる、脱いだやつもそのまんま、この辺も洗濯畳みかけ、うわー大変、いやー頑張る。あー、ドン、扉やばい。あー、ほらほらほら、これこれこれ、もうこの家ちゃっちいから、見てこれ、扉破壊だよ。風でね、パーンってしまったらね、ここが外れるんですよ。もうとんでもないから家や、私か、とんでもないの。うーっ、はい、以上。はい、とりあえず落ち着きましょう。体調不良主婦のおやつ2回目です。おやつ頻度は日頃から高めです。でもヨーグルトといい、お菓子といい、なかなかヘルシーでしょ。ラーメンやハンバーガーとプラマイゼロにはならんかな。はい、さっきの家事を終えまして、はい、お疲れ様です。ただいま11時半、そろそろ夫も帰ってくるかと思うんですけれども、やっと片付きました。いろんなことが、家の中、私の思うゴールまで、毎日自分の思うゴールまでやり遂げるっていう風に決めてて、今日の私の思うゴールまで片付いたんですけれども、今からこのデスクワークの締めをしていこうかなと思ってるとこなんですけど、なんかね、あの、夫に風邪うつされたみたいで、今ちょっとトローチ舐めてんですけど、悪化しないように備えていきたいと思うんですけど、まあ夫がすごい咳してて、今日あの喋り始めた時に声がガラガラになってたと思うんですけど、あの、悪化してきそうな感じっす。あの、舌の先に口内炎の痛いのができてるし、明日日曜日でね、夫多分ずっと家にいると思うんで、体調悪い上に出張行ってね、ご苦労様なんですけど、もう家の中でマスクしてくれへんし、うえぇうえぇってわざとやらはるから、夫が起きてくる前に家でしようと思います。なので、もう家の中整えとかないとと思って、今片付けてやってたんですけど、あの、こちらのサングラスね、今日あの修理に出してきて、バッチリ修理してもらったんですけども、夕方ぐらいから家の中でかけてるサングラスなんですけど、レンズがオレンジ、これは光を遮って、夜の睡眠の質を上げるためのサングラスなんですよ。それ用のサングラスっていうわけじゃなくって、あの、いろいろインターネットで調べてたら、オレンジのサングラスがいいっていうのを情報を収集したので、私なりに自分でオリジナルで、あの、考えて作ってみたんですけど、で、私が作ったわけじゃないですけどね、私が行ってるメガネ屋さんのオリジナルのフレームにオレンジのレンズで、度は緩めに入れてもらって、老眼鏡と遠くとの間ぐらいでしてるんですけど、効果があるのかどうかは分かりませんけれども、自己満でやっております。はい、メガネもね、その時々に合わせてかけてるんですけれども、新しいメガネをリアルは買うんでしょうか、買わないんでしょうか、今後のお楽しみっていうことで、セリアの購入品を、あの、紹介しなくちゃと思って今撮り始めたんですけども、 A4 のリングファイル、こちら、あの、バインダー式になってまして、これに、あの、病院の資料をね、ファイルしていってます。で、もうすでに1冊ね、作って出来上がってるんですけど、1冊では全然足りないので、2冊目、今、自分が抱えている病気の資料を、ここにファイルして、病院行った時に先生にさっと見せられるように、自分も、あの、把握できるように、ファイルしていってます。はい、それに、入れる A4 の、ポケットファイル、30枚入りのやつと20枚入りのやつと2種類買ってるんですけど、このね、横幅が20枚入りの方がちょっと長さがあるので、横の長さがね、2枚とか3枚とかホッチキスで留めてるようなやつはこの長めのやつに、で、1枚ペラのやつはこの短めの方に入れて挟んでいったりしてます。それから厚手の5枚入りっていうやつ、検査のデータの CD ロムとか、病院からいただいた紹介状の封筒に入ったような分厚い書類とか、そういうのを入れてどんどんファイルしていってますね。
あとね、この英語のクリアケース、これをね大量に買ってきました。間違えてこのカゴをね2つ買ってきちゃったんですけど、あの蓋にすればいいやと思って引っ越しの時にここ紐で結んだらこぼれなくていいかなと思って、まあいいかと思って。カゴもセリアなんですけど、この A4 のこのボックスが横にしてちょうど入るサイズ、1、2、3、4、5、6、7、8、全部入るようになってます。私あの手帳とかメモ帳にいろいろ記録していくのが好きなんですけど、バラバラになってんのがいっぱいありまして、あの表紙とかね、メモでいらないところとかね破ってね、こんなバラバラになってんのがいっぱいあるんですよね。でそれを箱にまとめて入れてるんですけど、何年の分かこう分からなくなってくるので、これに3年とか4年分ずつ入れてね、何年から何年っていう風に書いて保存しておけばメモリアルコーナーが出来上がるなと思って買ってきました。今はねこんな状態になってるんですよ。このボックスもセリアのウィリアム・モリスのボックスなんですけど、この中にこうやって雑記帳とか日記帳とか手帳とか、もう大学時代のものから全部ここに入ってて、この箱の中には父のやつが入ってたりするんですけど、まあこれはどうするかわかりませんけど、これをねあのケースに入れて綺麗に整理して、この箱は箱でなんか他で使ってもいいなと思って考えております。グー。あとはね、このいいの見つけてきましたよ。これ就活ノート、もしもに備える情報ノートっていうことで、自分の情報とか家族の情報とか預貯金、不動産とか保険とか介護、医療、葬儀、お墓、ペット、連絡先、こんなのが100均で買える時代になりました。あの一つ今就活ノートあるんですけど、なんか中途半端に書いてあったりとか、あの古かったりとかするんで、情報が書き直そうと思って買ってきました。で夫にも買ってきたんですけど、きっと書いてくれないと思いますけどね。自分と、まあ、息子のために書いておきたいなと思って。それからこんなのもありました。パスワード、サイト名、ユーザー名、パスワード、メールアドレス、メモ、80件ぐらい書けるようになってて、もうワンサイズ大きいのもあったけど、これを開いたら英語のやつのここにスポット入るんで、私はちっちゃいサイズにしましたね。これにあの綺麗にまとめて整理していきたいなと思っております。いろんなね整理グッズ買ってきました。医療関係の資料を整理するファイルと、あの就活ノートと日記帳、雑記帳、メモ帳を整理するケース、はい、これでもって私も頑張って整理、就活していきたいと思います。今回はセリアにこんなもんあるよっていうご紹介でした。何も面白いこと言えんでごめんなさいね。ただただ真面目な動画になりました今回。今日、食べたものはですね、ジャンキーなものばっかりでしたけれども、体のこと考えてね、健康な食事も心がけてってるんですけれども、ジャンクも我慢しないで、体調不良も恐れずに食べる、それがいいような気がしてます。昨日ぐらいからコーヒーも解禁しました。あのカフェインも取ります。ハンバーガーも昨日も食べましたし、今日も食べました。インスタントラーメンも食べました。小麦控えめにしてるって言いながら、あの朝もバケット食べました。ですけどそれでも昔に比べたら半分以下になっているんですね。体重も体調不良でどんどん落ちていってて、今ね51キロか2キロぐらいしかなくて、体調不良でのアベレージが54か5なので 3,4 キロ減ってる状態なんですね。何を食べちゃいけないとかそういうことも考えないで、ストレスにならないように好きなものを好きな時に好きなだけ無茶をせずに食べていったり飲んでいったりしようかなと思っています。たった一度の人生ですから、後悔のないように。我慢ばっかりするだけが人生かっていう。体調不良を恐れててもしょうがないし、恐れてるからこそ体調がずっと悪いような気もするし、病気も治そう治そう、原因を見つけよう見つけようって思うほど泥沼にはまっていくような気もするから、必要最低限の検査、やらなきゃいけない
検査だけ先生の指示通りやることにして、むやみやたらに自分から進んでいろいろやるっていうのは、やめた方がいいかなって思って、今日も病院行くのをやめて好きなようにちょっと生活してみました。自分の思い描いた理想的なスケジュール通りの生活とは全然ほど遠い状態になってますけれども、まあそれも無理せずにできる範囲でやっていけたらなと思っています。とある体調不良のアラフィフ専業主婦の、夫が出張、息子がバイト、病院行こうと思ったけどもう無理するのやめよう、そんな風に思った一日を Vlog 形式でお届けしました。終わり終わり終わり。はい、体調不良主婦の食生活を撮影しているそんな時に限ってモラオが手土産を持って帰ってきました。食べちゃったよね。夜食なんてめったに食べないんですけどね、こちらのサンドイッチを3分の1ずつぐらい食べちゃいました。はい、いかがだったでしょうか。はい、動画の方は寝る支度に入っているんですけれども、今回の動画では体調不良主婦の食生活と体調不良の対策といいますか、工夫といいますか、私なりの気をつけてることとか考え方とかお話ししてみました。この日もね、なんだかんだ言って寝るのは夜中の3時になってしまいましたけれども、少しずつできる範囲でいろいろ私も整えていきたいです。今回も長い動画、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録、はい、コメントお待ちしてます。私は普段こんなもの食べてるよとか教えてくださると嬉しいです。それから高評価、グッドボタンもよろしくお願いします。メンバーシップもやってます。それではまた。